天才ピアニストの深夜おでん。でんこれ響いてますね。すいません。前ね、いつもと違う部屋なんでね。深夜おでん。響いてるわめちゃくちゃ。聞き取りにくかったらすいません。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。んんはえっといい感じの紙袋もういらんって分かってるけど捨てられません。天才ピアニストの竹内です。いい紙袋は即ぐちゃぐちゃにして捨てます。<laughs> マスです。もう性格悪いやん。<laughs> そんなんやつは <laughs> 引き裂いて破いてみじん切りにして。ごめ <laughs> さ,んさん、はいごめさい。あの当あの会社はですね。はい。S D G S に力を入れておりますので、そういった発言はもうあ,あのお控えなさって。お待ちいただいていいですか。はい。なんですか。細かく刻んで破いてはいリサイクルに持っていきます。なるほどね。はい、ごめんなさい。 最後まで聞かずになんか、破滅的な人間かと思ったら。違いますよ。違うんですね。サイクルなますみで。ありがとうございます。です。<laughs> にさあ、今日は提供希望犬、頂戴しております。ありがとうございます。ます北野助け人さんからでございますい、えー。提供がなくなるという話を耳にして慌ててメッセージを書きました。うん、ずっと送りたい気持ちはあったんですが、名前も通っていない新参者が送るのどうかなと思っていました。 助け人の、うん、ですがなくなってしまう前に最初で最後の提供希望権を送らせていただきます、はい、それと増美さん疲れてるんじゃないですか <laughs> 普段通りの忙しさでも疲れは蓄積していくもんですそんな時は好きなものをたくさん食べて少しお散歩するだけで心も体もリフレッシュ何つけても健康が一番ですようん。何につけてもってそんななこつはカールみたいなそれにつけてもやねんあ,あれ違う間違えてるような文法 それにつけても、おやつにか、おやつはか、あるそれにつけてもって何やねんどれにつけてもやねん。それにつけてもっていうのは、どういう感じの文脈でつかなでしょそういったことはもう、置いといてやそ。それにつけても。それお<や>そんなこと置いといて、おやつはか、あるなっていうことですか、うん、そんな唐突に。オーラがー。歌いへんやったらやめときな。<え>その見切り発車をして。それにつけてもね。<laughs> 提供券いただいてるでしょ。そんな使い方違うでしょ。いやでもあの提供そう今スムーズにねつないでいただいたんでじゃ提供読みお願いします。はい。この番組はあのね北野たけ人さんま提供券はね本当ありがたい嬉しい思いなんですけど私のこと分かってないやんか。散歩するだけでリフレッシュできるって。そう。あのねお散歩したら私はね。 またずれがひどくなって、疲れるんです。<laughs> うん。そこのとこよろしく。北野立邦人さんの提供で、お送りします。ありがとうございます。あ、提供送って、ちょっと怒られるっていう初の。初のね。私のこと分かってないやんかっていうやかましい怒られ方をするというね。<laughs> ね、両手を握りに行っちゃった。なるほどね。<ー>これね、あの、まあ、ちょっとね、確かに最近。うん ちょっととババタバタっとして疲れることあるあじゃないですか、うんはい、ほんでねますみちゃんがね、うん、あのやっぱり疲れを取る食べ物飲み物に気を配った方がいいんじゃないかもう言ったら運動とかはする時間ないんで、うんはい、食べ物で解決するしかないんじゃないか、うん、そういった思いを込めてね、うん、あのこの間、あのー、あの合間にね休憩の合間にレモンレモン <laughs> なきれいど、ね、レ,レモン的なきれいどレモン的なやつや、ね、な。的なレ,レモン酸配合みたいなそそうそう,そう炭酸のそう。酸っぱくてちょっとシュワッとして、うん、あの疲労回復みたいな、うん、ドリンクかかってたんですけどね。うん 死ぬほどあ甘酸っぱくて疲れてました。もうびっくりしたね。あれ疲れ溜まるドリンクやねあれ。あれ疲れ疲労ドリンクやな。疲労ドリンクやろあの史上初の疲労困憊って書いておいてくれた。書いておいてくれな。間違って買っちゃうから。飲んでる間に疲れたもん。え私もねあの味見させてもらったんですけどね。なんか味濃いねまず。そうやねなんか酸っぱいだけのキャけっていう感じじゃなくて、そうなんかもう割り剤がいるようなうんうんうんまだこれ2倍濃縮みたいな感じだよな。 そうめんつゆの濃縮が係みたいなぐらいそうそうやっぱ薄めるやつっていうの、うん、<No. S 1> 飲んでる間に眉間にしようって疲れたもんな疲れてたであれ一口飲むためにあもうなんか酸っぱいし甘いし濃いし,恋しもう缶詰のね うん、フルーツ缶詰の汁ぐらい濃いねなんか味がせやね。あれをさ大人が集まってさ会議してよくこれを商品にしようってなったよな、うん、せやね。ゴーするのがねうん。疑問のやね疑問のやわほんまっていう話をタクシーの中で爆量で悪口言ってよなじゃこの飲み物よ <laughs> せやねタクシーの店主さん黙ってたなクエン酸アップやないのよいやクエン酸アップしすぎてまずまっとるのまずいとかじゃないなもうんなんか濃すぎるというか迷惑というか

感謝今この「感謝やね」で思い出したけどリスナーさんの個人名出して申し訳ないですけど単独ライブあったじゃないですか単独ライブあってねあそうかこれあれ単独ライブあってね借り上げ看護師さんいつも見に来てくださってるじゃないですか。 うちのカップがね昨日単独ライブ見に来てたんですよ。おカップご本人が登場したんですよね昨日の単独ライブ。はおカップもおネップも。はい。え結構久しぶりやな。そうやな。生で見に来てくれるのな。そうそう。結構年やからね。コロナがね怖い。みつ怖いっていうので、まあまあでも来てくれてて、刈毛看護師さんが生感謝やねいただきました。おカップ安売りしてるやんも。う おもろーってなってえそれはどういった流れかは分からへん分からへん。おカップにも聞いてないし。うん。おカップに聞いてくれや頼むから。<laughs> いやおカップもお疲れ様みたいなライン来てたけどもちろん返してないし <laughs> 返してれやだから。誕生日おめでとうのライン来てたけどもちろん返してないけど返してれて。家行ってい,いかだけは来ない。<laughs> 大阪来たついでになまずみちゃんちよってな,なんか作って帰ったってもええしいやいやもう今日も夜帰ってくのそうし明日も朝一やからもう休まる暇ないからもうまた別日にしてくれやいい社員識しも預かってるからねもう余計や <laughs> 余計別日にしてくれやカップからしたらやっぱ奈良からの遠征なんですよ大阪はねほんでお母さん明日休みやからこっち休詰めちゃう、ね <laughs> れしてたよカップもどうせさ劇場でねカリア看護師さんから声かけたのか分かりませんけどもいやもういつもさなってっていう話しん出したとに何か感謝やねのこいつも聞いてますっていやもうあれ恥ずかしいもうそんな言いませんよもうね感謝やねって言ったと思うなんか振ってちょっと自分で「えもうそんな恥ずかしい恥ずかしいもうやだやだやだもうそんな感謝やね もうフがしっかりしてるからなおカップで振りしっかりしてるからね素人に珍しく振りがしっかりしてるし。ですかぶせできるんですよねそうなんですよね困ったおカップですいやそうかおもろってのは生かしあいだいただきましたって DM くれてはんねえありがとうございますさあそしてですねえとまつみちゃんがね もうつい先日誕生日だったということでお祝いのケーキをたくさんいただいていますありがとうございますアイテありがとうございますお気にチロリアンさんからもお祝いのケーキをお誕生日おめでとういただいております楽しい一時間ありがとうございましたということで単独見ていただいておりますカップルの喧嘩を魚に一杯やるコントがとても面白かったです増美さんのおばちゃん役は本当に最高ですねということで5月号も楽しみにしていますうわっナイスですねありがとうあれあれ？ 全裸監督みたいなこと言ってもた <laughs> ナイスですねやないんですよ？ナチュラルにね自然となりました。ナチュラルに全裸なって思った。 話変わってくれる、それ。話が。北野助け人さんも、お祝いのケーキ、ありがとう。提供も、そうそうそう、ありがとうございます。ますみさん、誕生日おめでとうございます。そして、ライブお疲れ様でした。ありがとう。ということで、そして、ピロロちゃんからも、いただいております。毎日毎日元気を、ありがとうございます。お二人が好きすぎて、お二人の笑いが大好きで、コロナ禍仕事か柄、諦めていましたが、どうしても。この前で見たい、行きたいんだ。行きたいという気持ちを止めることができなくなりました。次の東京単独ライブには、参上させていただきます。ということで。ありがとう。ええ、体に。 気をつけて、周りを明るく照らすますみちゃんスマイルで頑張ってください、うん。いいありがとうございます。皆さんありがとう、ケーキ。でてるてるさんもお祝いのケーキ。てりてりーありがとうございます。ますみちゃんも天才ピアニスト、もますます人気が出て、充実した三十四から三十五歳にバトンタッチですね。うん、そんなスペシャルな日に、劇場でお祝いな、劇、えー。 お,ゆお祝いできなくなって、本当に残念。またいつでも来れる時にね、お母様がちょっと熱が出たね。ね、うんえー、県外出ると面会に行くことができなくなるので、泣、うん、く泣く大阪行きを諦めてしまいました。うん、お祝いはライブ配信のチャットから失礼します。うん、ますます輝く35歳になさってください。ありがとうございます。いや、きってなります。なりますみーー。ありがとうございます。お祝いをたくさんいただいておりますね。 結構高いのケーキありがとうございますそしてですねこれはほっとけないぞというお便りが来ましたのでちょっと読ませていただきたいなと9 5キロのえりこさんからえもう好きでしょ大好きね自分のこと9 5キロって名乗り上げてる名乗り上げてる名乗り上がってるんだけどもねいいですよ先日友人に騙されて合コンに連れて行かれました私は既婚者子持ちのデブなのに ね、いいですね。いやいや参加していると男性から「うん、みんなあさって聞いたけど実際何歳?」と言われて、うん、私は30と答えましたすると「あさ、うん、っていうのは27から29ぐらいやろみそじって言えよ」と言われました<る>他の子が「え私3十二なんだけど」って言うと「なんだよあさって言うから30よりギリギリしたかと思ったのに30オーバーばっかりかよあさって使うな」と怒られました<ぁ>男性側の意見はあさは27から29歳私の意見は28から32歳、うん、友人は25から35歳でした、うん、25から35は10歳差があるし私は大学 4年,4年間ぐらいがアラウンドと捉えていました、うん、男性は33とか少しでも20代にごまかそうとしてるから詐欺とも言っていました、うん、唯一許せないのは主催者の女のみ20代で唯一男性のアンダー30だったことですお二人がアラサーと聞いたら何歳までが範囲だと思いますか、うん、こ,これはちょっとさ9 5キロのデブやったっけこの人 <laughs> のエリコさんでもでも,でも大丈夫やね自分で言ってるから <laughs> エリコさんね、うん、あの私は既婚者小持ちのデブなのに <laughs> しかもさ騙まさ っ,てったってさうん。だから飲み会飲み会とか言って、うん、現場ついた男っ,おったんでしょコンパコンパやんけお前のためのコンパやんけってなったんやなめちゃだるやでだからほんまにこのアンケートしちうし、ん、お子さんもいててそれをさまず誘ってる子がなごめんなさい友達やったごめんなさいねなんかちょっとモラルないよな、うん、え全然モラルないよほんでさその男よもう終わったるな、ま、やばいえ頭おかしないな。ほんまにごあいさつアンケート え、粗さって二十代なことないよ。ちょうよ、だって、意味分かってないやん。アラウンドやから三十の周りがうろついてたら、三十代ですから。うん、私の感覚粗さは、まあ、二十八から。え、まあ、下はね、粗さに入れる必要ないと思うから。二十八ぐらいから三十。し。でいいじゃな三十四、五までいいんじゃないの。私もそれぐらいに思う。の。No. 25はさすがにねアラウンドじゃないの全然それを言ったら逆に嫌味になるから「アラサー出てて25やったら「お前!」ってなるからそやなまあまあ28から32ぐらいがちょうどのアラらさないわゆるですよねホン失礼な男性はありえないんですけどあじちけやな「チャンネル登録」ってした方がいいもんねうん私やったら登録するかな私もすんのよ登録してみたらどうどう